今回、はい、ライトスタイル。ライトスタイル。そこで、はい、どこがやっぱり一番キーポイント。一番のキーポイントはですね、はい、今年から新製品の、はい、このタイツ。はいはいはい。すごいんですよ。あと本当になんかあの、擦れても全然強い。タイマー毛製。タイマー毛製です。あとこう、おとり交換の時にこう必ず膝つくじゃないですか。こう今もガンガンガンってやってもこう痛くないんですよ、うん、これ本当にクッション性が高くて。確かにそうやね。あとここすねんとこも、あ、パッドが、はい、あのよくね、はいはい、すね石にガーンって当たって、うんうん、痛くなるんですけど、これはもう大丈夫です。あ、そしたらこれライトスタイルはもうこれが一番最高の感じ で、はい、でおしゃれだしね。なるほどなるほど、はいはい、あともう一個あるんですよ今年ね。お互い履いてる、これもライトシューズで、して一番のこれ味噌っていうのはこれネオプレーンの素材ができてますね。これネオプレーン生地だから脱ぎ履きものすごいしやすくて足が痛くならない。あと水抜きの穴がないんですよね。水の抜く穴、これがないってことは砂紙、これがもうほぼゼロですね。中に砂が入るってことは今も履いてましたけど全然履いてないんですね。あとはこう屈脚することによってこのメッシュ部分から、水が出るので常に快適なシューズとして履くことができます。今回ですねライトスタイルで使ってる、この竿なんですけどプライムアユ8メートルなんですね。しなやかな穂先で音で弱らせない機能、まあ、非常に軽くてですね、扱いやすい竿ですね。それとですねこれ大きな特徴というのはマルチシステムついてるんで音の送り出しですね。おとり送り出すのは長くした状態で送り出しといて、それで縮めるとかね、風吹くときには短く使えるとか、こういう、機能もついてます。バリエーションは、早生抜きと急生抜きかな、はい、2種類あるんで結構オールラウンドで初期から後期まで、はい、幅広く、うん、できるのはこの竿の特徴ですね。おら、おい